基礎計算、油断すると誤答する計算式、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。解説をします。瞬間的に上のように約分して誤答するケースがあるようです。本来はもちろん2つの割り算から先にしますが、それぞれを掛け算にして直後を逆数にする必要があります。あとは計算すると7が正解となります。おまけ問題です。所持金の 80% を使ったら300円残りました。最初の所持金は何円ですか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。